こんにちは。ではイベントを控えたすずさんの楽屋に来ました。これからすずさんにお話を伺いたいと思います。早速行ってみましょう。失礼します。失礼します。こんにちは、よろしくお願いします。もうギターで練習していらっしゃったんですね。ではちょっとイベントを控えてお話を伺いたいと思います。ちょっと失礼します。はい、ではまず自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。2月12日にメジャーデビューした沖縄県出身19歳シンガーソングライターのすずです。お願いします。イベント、今日のイベントへの意気込みをお願いします。はい、東京のインストアライブは初めてなので緊張しますが頑張ります。お願いします。今日もギターを持っていらっしゃいますが、今日は弾き語りということで、いつもはどのようなスタイルでこう演奏されてるんですか？いつもはバンドサポートを入れてがっつりやっているんですけど、今回はギター1本で歌を皆さんに届けていきたいと思います。沖縄ではどういう活動をしていらっしゃったんですか？飛び入りライブや、あとは弾き語り、ストリートライブをしたりしていましたね。沖縄のアーティストいっぱいこういらっしゃいますけれども、交流があるこう方とかはいらっしゃいますか？ゴールドラッシュさんです。ゴールドラッシュさん、はい、それはもう仲良しですか？もう仲良し、ストリートライブを一緒にやってて、もうそこからメンバーみたいな感じです。仲間って感じですね。じゃあアーティスト、沖縄出身のアーティストでこう尊敬している方とかはいらっしゃいますか？かりゆし58さんですね。はい、でもその方にはこう自分もこう音楽とかで影響を受けたりとか。ありました。なんか、はい、アンマーって曲があって、はい、その曲がとっても大好きなんですよ。はい、でたまにカバーとかしたりしてます。じゃあライブでこうやったりとかもたまにしたりするんですか？人の前ではやったことないんですけど、はいはい、家でよくカバーとかしてます。お家で。そう、じゃあ個人的にこう好きでやってるんですね。はい、じゃあ沖縄にこだわらずこう影響を受けたりとか、こういう人になりたいみたいなシンガーとかはいらっしゃいますか？影響を受けたのはマイリーサイラスさん。なんかDVD を見て、はい、ステージングがとってもかっこよかったんですよ。それでマイリーみたいになりたいなと思いました。じゃあ音楽をこう続けている、始めたきっかけとかそういう感じの方なんですか？はい、マイリーサイラス。じゃあ今後はこの東京でどのような活動をしていきたいですか？一人でも多くの人にすずの歌声を聞いてもらいたいです。すずさんの歌声も私もちょっとこう聞かせていただいたんですけど、ちょっとすごいこれから生でこの歌声が聞こえるかっていうのがすごくもう楽しみです。ありがとうございます。はい、ちょっと今日は似てますよね。そうなんですよ、兄弟みたい。ほら、入ってきてもあって思っちゃったんですけど、ごめんなさい、ちょっとかぶってしまいました。いいですね。はい、ちょっとこれからステージでも一緒にこうちょっと立てる時間が楽しみです。はい、よろしくお願いします。ちょっと最後に、はい、水曜のニョッキというオリコンのシングルのランキングをこう発表している番組があるんですけど、はい、そちらでポーズ、いつもこう決めポーズみたいなのがありまして、はい、そのポーズをちょっと一緒にやっていただけないかなって思うんですけど、いいですか？はい、ちょっとごめんなさい、ギターがね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ではお願いします。お願いします。水曜のニョッキ、ありがとうございます。2月12日に発売したメジャーファーストミニアルバムステップバイステップの中からタイトル曲ステップバイステップをミュージックビデオどうぞ。